そのフィジカルを生かした攻めをしている。さあここはどうだ、スリップ、パワーがありますよね、これ相当立ってみると圧感じるんでしょうね。あー、抜けたー、ストップですね、一発。いや、これは強いですね。そうですね、パワーがありますね。まあ、ただ青銅会館高知に所属をしています。したがって本拠地は四国なんですが、ちょっとこれから見たくなる選手ですね。そうですね、はい、楽しみですね、はい、2戦目じゃないですか、しかも山田選手は1戦目 KO 勝ちしてるので、はい、こう、おっと、いい感じになりました。いい感じになりました。よく見てましたね、今のは。4、はい、5、1の打ち気に流行ったところでしたね。そうですね、7、まあ、パンチがですね、恐らく入ったんで、はい、まあ、そこをうまい角度、はい、さらに右当たりました、もう一度右、さあ、そしてさあ、止めていった。1ラウンドの流れでは、これ熊久保さん、山田康生、そうですね、でも山田さん、やっぱり破壊力がすごいですね、はい、一発でしましたね、はい、あのちょっとね、プッシュですね。ただいまの試合、第2ラウンド41、はい、さあ、空手仕込み、さあ、またボディブローして、素晴らしいコンビネーションを見せました、山田康生が、それをもう、その上をいくコンビネーションを見せました、右クロス、山田ターン、この試合中に一皮むけたんじゃないですか、はい、右クロスだ、試合終了、山田康生、キックに自信ありでしょう、しかし、試合を決めてきたのは全部パンチ。このパンチ恐るべしパンチですね。そうですね、あのパンチ回転も速いですしね、やっぱボディからね、あの顔面ってちゃんと打ち分けましたよね。はい、一気に詰めていった、ダーン、あっという間の KO 勝利、山田康生、4戦4勝 4KO、 お見事。いや、強いですね。いや、熊熊さんもスタンディングでもう気失ってましたからね。今度から3ラウンドが1つポイントになります。ナイスロー、強烈なローだ、右がいいな、おーダーン、右のフック、ダウンです、うん、取りましたね、強烈なロープ、おー、空手、すごいですね、投げですね、これは。いや、見事だ、ありましたね、空手見せましたね、はい、いや、嬉しいです、同じ空手家として、いや、強いな、この強さをこのリングの上で見せてくれました、はい、まあ、弁和さん、川島選手としてはどういうふうにこう、この圧をね、そうですね、いきなり来たぞ、バンチだー、まとめてきた、やっぱ威力ありますよね、一発一発の山田選手は。でまた今日はこれ清水さん、山田選手楽しそうやってますね。そうですね、ちょっとパワーの差がありますね。あ、やっぱりそうですか、はい、さあここからまとめる3つ目のダウンが来てしまうのか、田島、 あまりにも強かった山田康生。そうですね、めちゃめちゃ強いですね、一切髪が乱れるような様子もなかったですね、結局、まあ、結局連打をね、あの熊久保さん出すタイミングもなかった、はい、残り1本を切る、出して右に吹くか、ハイキック右、パンチングしたが、おっと左吹くか、山口も左右、さあこれはダウンだ、これはダウンだ、いやー破壊力、はい、今のパンチの打ち合いで、やっぱりダウン、ダウン、クリーンヒット、やっぱりあのミドルがだいぶ効いてますよね、腕蹴って、腹蹴って、はい、で最後こうパンチで仕留めるっていう、しっかりこの組み立てを考えた上で攻めてますよね、はい、ジャブをついてくる、右ストレート、左打った、左打った、山口の左、ダウンしながら倒れ込みながらパンチを放つ山口、最終ラウンドのゴングを聞かれることはないと思うんですよ、そんな予感ですね、うわ、ワンツー、あー、これはダウン、ロックアウト、最後は KO で決めた山田、山田康生が新チャンピオンです。いやー、武蔵さん、やはりすごい殴り合いになりましたね、そしてコツコツとこの溜めてきた山田康生のまたインロー、
これが直樹のダメージどれだけ効いているか。おお右ちょっと今膝が曲がっているのが見えましたが、ストレート効いているか。引っかかってたら気持ちよさそう。これは意識がいっているか。直樹立てるか、立てるか。効いてますね。効いている、効いている。ここで試合終了だ。マジか、すげえな。あれはまあ多分足に来てましたね、だいぶ、はい、もう目が飛んじゃってるんで。そうですよね、まあ、いや見事でしたね、これ。ちょっと一瞬でしたので、うわ、ボディから打ち分けたんですか。そうですね。